皆さんこんにちは。KNN 神田俊明です。えー、久しぶりのスクリーンキャストなんですけれども、えっ、ー、と、こちらですね。えー、今、これはですね、トランク .jp というですね、僕がいつも見てる、えー、ニュースの、うん、RSS というかですね、まあ、例えばここを押すとニュースが出てきて、えー、C ネットとか IT メディアとか日経 BP、マイコミとか出てくるわけですね。で、えっ、ー、と、ここでニュース2で やると CNN マネーとかブログとか ASCIIJP とかでこっちに行くとツイッターが見れるとかするようなまあ便利なものがあるんですけれども今日はこれじゃなくてですねこの中で見つけた記事をいつもこうニュースギャザリングをしているんですけれどもテッククランチジャパニーズというところがアメリカの合衆国の建国の父たちが Google ウェブでコラボしながら独立宣言を競うというところなんですが今度のは面白いまあこれをクリックするとですね えー、テッククランチのサイトに飛びますね。これ分かりましたね。で、えー、っとですね、なんとか今度のは面白い。Google ウェーブをめぐる興奮はここ数週間でかなり冷めちゃっているだが、その原因は、それをどうやって何のために使うのかさっぱり分かんないという人がほとんど分かるとそうなんですよ。あの80分のデモビデオも役に立たない。僕もそうですよね。でもね、だんだん面白くなってくるのが分かるようになってきましたが、今回すごいです。有名な歴史的ドキュメントでは独立宣言。 えー、インディペンデンス・デイのあのところですね。で、ジョージ・ワシントンらを含む建国の父たちの、えー、コラボレーションがですね、今ここで再現できるというところで、今これをクリックしてみたいと思います。クリックします。そうするとですね、Google ウェブが今立ち上がりました。ちょっとこっち半分あんまり見なかったに、見なかったことにしてくださいね。そしてこの見ていただきたいのは右半分です。ということは、ブラウザをこっち持ってくればいいかな。 ははいはい、はい、これ持ってきますこれ見てください。これですね、ちょっとまずですね、あのレコーダーみたいな感じになってるんですが、プレイバックしてみましょう、まず一回。まず最初にですね、これ、再生を押しますね。押します、えー。ジョン・アダムさんが、スターティング・ザ・ディクレーション、つって、あの競技しましょう、つって始めてですね、でメンバーが入ってくるわけですね。 ジョンはなんとか言って、んとか、グッド・キング・オブ・イングランド、まあ、英国からアイルランドのほにゃらかほにゃらか言い始めます。で、それを見てですね、次にトーマス・ジェファーソンがですね、オン you know,、アブレレジェス・サムウェア、ビフォー、ジョン・ヨン、ジェス・ワズ・ゴン・ピア・ラーリジウーズとかっていう話を言い始めて、で、そこでジョン・アダムスが、また、アミジャスラブレイン・ストリーミング・ド・ドンジ・ゲッチュ・ウェイ・グ・アフレレレレアブレジみたいなこと言います。で、ここでこう消されてですね、 えー、ジョン・アダムスの母たちが来てこういうふうに決、えー、してまたこういうふうにです、ね、履歴が残るということですねこれ非常にですねグーグルウェーブにとっては分かりやすいいろいろ次に出てくる人たちが出てきてこれがだから、えー、基本的に独立宣言の走行をですねいろ、えー、んな人たちが出てきて、えー、書き上げていくっていうところが見えるわけですね。 面白いですね。これ、ジェファーソンで大統領が出てきたりとか、えー、いろんな形でですね、こういう走行、えー、がこう作られていく。ほら、登場人物こんだけ増えてきました。こんな形になりますね。で、最後までちょっとピアーと言ってみましょうか。もうかなり下の方まで行ってるんで、ずっと下に行ってみましょう。まあ、GoogleWave っていうのはね、何に使えるのかっていう、多分、 メールの形にもなるだろうし、こういうコラボレーションシステムにもなると思うんですが、まずね、何よりも第一にですね、これツイッターにも言えることなんですが、ユーザーが増えないことには何にも使い方がよくわからないというところがですね、まあ、一つはこういう歴代大統領が何を言ったかっていうのがですね、こういうふうにわかるだけでも一つはヒントになるのかな。うん、ベンジャミン・フランクリンとかね、こういう人が、えー アットトゥーコンタクトって、ベンジャミン・フランクともフランクリンをコンタクトリストに入れれるっていうのが、これもまたすごいことですね。うん。ねえ。ああ、僕から彼について何か話すこともできるとかですね。うん。ちょっともう少しですね、インターフェースの説明があってもいいのかなと思うんですけども、まあ、これ辺もいろいろプレビューバージョンでいろいろやるといいとりができればと思いました。それではまたお会いしましょう。さよなら。